これこのままでやったら絶対もうこの辺だるくて疲れちゃう。ところがこれを足首で強襲するようにここで肘の位置を背中全然力入らないところで持ってあげると1時間も出るんです。もうちょっと腰が一瞬シュッと落ちたら膝の力抜けやすい。もうちょっと落ちる、さっさっさ、そう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 、ちょっとこう こういうふうに入っていると膝に力入るでしょ。ちょっとまっすぐにこう落としてあげる、床に対して体を、そうすると力が抜けてきます。シャッシャッシャッ。で膝は何もしないで足首と股関節の関係でいってみましょうね。今度はちゃんと、はい、私の足元ずっと一緒でしょ、ずっと一緒でしょ、ずっと一緒でしょ。ここがこう立ったりね、こっち行ったりあっち行ったりしてずっと一緒でしょ。一番疲れないの。ローマさん左の足首もうちょっと入れて、そうそう、はい、これほら綺麗なの、これ、うん、足首ほら分かるでしょ。膝を曲げてるんじゃなくて足首が入ってる。で背中綺麗でしょ、そういう、それがスムーズにシュンといくように、シュンといくようにね、はい、おーい、そうほとんど一人で落ちるのがね、おー、台湾のイン・リン・ユンジュ選手、17歳、台湾の選手ですけども、もう見事なプレー、見事な試合のやり方で、中国の選手を次々破り、このリンさんという人はこれだけでずっと卓球しているように見えるの、ずっと、そう思いません、ね、映像を見て、こっちを打つぞとか、よし来た、あ、しまったとか、その市内のもうずっと このままの形が体ちゃんと動かしていいとこに持っていって、ちゃんといいとこ持っていって、ちゃんと打って飛びついて打って、ちゃんと返してちゃんと止めて、左ですからね、ちゃんと止めて、こんなこと絶対しないの、すっと止めて、そのままの形が出てるんですよ。いや見事イメージですけどね。でどうしてあれできるのかなと思って、ものすごくその辺が私の、あのなんでとかどうしてっていうのが好きなところで、それを突き詰めていくと分かったことがありました。それね、分かったことがあったんです。それが全てではないかもしれない。でも今の卓球で絶対にこれいくだろうなって、だから動いても動かないとダメ、ちゃんと体持っていってね、いいところ行かないとダメだけども、力を持ってガッとやるっていうのは、いくらいい打球点取ってても力いっぱいではやっぱりダメだと思うんですよ。この人はあのふっと打つんだけど、あっと、そしたら半身とおっと吹っ飛ばされると、そんなガーッて打ってる感じしないんだけど、完全に吹っ飛ばされてるのね。威力っていうのは力で出せるものじゃないです。だからこの人のボールは、まあ、ひ弱な感じするけども、ボールの威力はあると思いますよ。だから相手の人が下がらされたりしてるわけですからね。そうすると力でスピードとかなんかねじ込んでいくとか、3球目バチャッと打つとかじゃなくて、力を上手にコントロールすることで3球目抜いていくとか、もちろんパカッと打つ、力を抜くことで動けていくとか、その上手な力のをコントロールすることの術をこの人知っているんですよ。この術を知ってる体 でそれがやっぱりね、足首なんですよ。足首の立ち方、足首と立ち方、この足首の柔らかく使えるところと心ね、ここ静か、これここでここで、その立ち方で動きやすくする、前後とかレシーブ、フォアまでレシーブ打った後戻るとか、この時におそらく私はリン選手はここに立ってるっていう足首のあり方が分かったんですよ。それちょっとお伝えしておきます。
ちょっとずつね狂ってるんじゃないかな。そこがパッと立ったら絶対パンと跳ね返るでしょ。でもし跳ね返るでしょ、こうやったら絶対こう覗けたら、覗けてこうやってこうやったら入らないですよね。でも大体打たれた時ちょっとこうふっと体に力が入る、ふっと力が入る。あれまっすぐでもポンと立ったらポーンと飛んでいっちゃう。でこう飛びようとする、そうじゃない、まっすぐまますっと立ってるの。これがねどうしてだと思いますか。まっすぐ立ってるのに止められてる、体が、うん、体全体がまあちょっと表現が違うかもしれない、スポンジみたいになってる。でボールがスッとスッと返っていくの。普通こういくんですよ、バーンと来たとこうなるわけ、カッとこうなるわけで、引いてもダメ。パワーのあるボールは絶対体こうやって引いちゃったらもう取れないです。そうかって向かっていったら飛び出しちゃう。体自身がバーンと来た時にまっすぐなのにスーッと吸収してくれるの。こういうのを考えながらイメージしていってもらうと自分の体が動き出しますから。シフォンケーキってこうね、潰したらピチョンとなるのにこんな大きくなってるでしょ。ああいう感じかな、シュンシャンときた時にシフォンケーキみたいにスッと立ってる、その時に足首なんですよ。足首のその力の立ち方と足首のところでボールが吸収できちゃってる。その吸収して取るということがどういうことかっていうこと、これ分かったら女性だってすごいボール来てもはーいって取ればいいんだから怖がらないで。怖がってしまうんですよ。それから何かやろうとする、返さなきゃといけないと思う、そういうようなものが働いてしまうんですよね。だからそれをねちょっとまずね打たれた時のこの形と、そしてそれは同時に動く時の形なんです。フォア前出ていったり、ね、フォア前出ていって戻ってパッと打ったり、腰ってパッと打ったり、パッパッとこう打ったりする、同じなんです、その足首のあり方が。でそれをちょっと面白い、こう絶対こうだよと思って、ひょっとして皆さん私はしてるけどちょっと違うとこ立ってるんじゃないかなと思って、教室でねあるテーマでショートカットをしながら、もう最初からその足首の形を出してもらって、コーチの一人がここにはいないんで馬場さんなんですが、山中先生ね今日のテーマでやったらね何でも入りそうだっていうので、それで面白いことに終わった後、ハムストリングってここ分かります？大腿四頭筋って足の前の方の筋肉、この後ろ側は大腿四頭筋じゃなくてハムストリングって言うんです。もうそこら中で使われている言葉ですけど、運動は足の大腿筋の後ろ側の筋肉ものすごく大事なの。ここがちゃんとしてないとやっぱうまく何でもいかないんですけど、特に立つということにおいてそこ大事なの。でそしたら緊張張っちゃってんですよね、ちょっと筋肉痛が起こってると。前に山中先生大腿四頭筋じゃなくてハムストリングが緊張が起こった時はいい動きしてるんですよと言われたことがありますよね。僕きっといい動きしたんだ、今までやってるつもりがちょっと違ってたって言ったんですよ、最近の話。そうすると私が思ったのは、あできてるようで言ってできてないんだと分かった。見た目はできてるように見えるけど実はそこに入ってなかったということでね、今日はちょっとせっかくだから、まあ、一番新しい私の情報ですけど、まあ、研究したことだけども皆さんにやってもらいながら、多分ちょっと狂ってると思う、そこが立ち方が。例えば人によっては動きがちょっと遅くなったり、フォア前前後前出たり後ろ出たりするのがちょっと のそっとしたり、時間がねこうゆっくり来るのに対して体固まっちゃって、ここでふわーっと足首で時間ゆっくり時間取ればいいのにふっと固まってるもんだから、ゆっくり来たボールが打てなかったりしてしまう。こう足首の柔らかさっていうのは、ね、時間を計ってるの。ゆっくりのボールはこのゆっくりをちゃんと足首で取っていってるんです、時間を。ね、何歩頭で思っても
体に力入ってたらゆっくりのボール対応できない。だからカットのボールとか、ショートカット、出足動きはフォア前バック前、フォア前出ておいてこっち来る、こっちへ動いて飛んでいく、こっちへ持っていく時の足の使い方とか、全部運動のいろんなことにおいて足首が柔らかいっていうことが大事なの。柔らかいっていうことはどこに立ってるかなんですよ。どこに立ってるか。で、だいたいラケット持つとね、もうこうやって角前入っていくからこう入ってないんです。この滝、あの雑誌なんかもよくないんだけど、ここから上ばっかり映ってるの。なんかここしかないの。昔はこれ昔だしてよくないんだけど、昔の写真っていうのは全部全身入れないと写真にならなかったの。顔だけ写すのはいいけど、今はここから上だけでしょ、下見えないの。だから足首がどういうふうな角度で入ってるかとか、どう出てるかっていうのないんですよ。だからみんな上だけでやってるから手打ちになったり、ちょっとやっぱりこう本当にちゃんとした打ち方でね、パワフルなボールが打てなくなってるんです。でもそれがちゃんとしてくるとすごくいいボールを打てる。女の人でも、もう年齢いっても80でも90になってもできますから。それはあのできるようになりますから、どこかね、どこかの部分で。だからずっとこの人はずっとこれやってるの。ずっとやってる。どの時も動きのちょっと立ったり、カッと肩を上がったりしないで、ずっとそれが保たれてるからいいんですよ。あの運動はね、ほとんど股関節の動きでこう決まってくるんですよ。なんでかというと、あのじーっとしてるわけじゃないでしょ。あっち行ったりこっち行ったり動くときに体を持っていくでしょ、上半身を。で、下半身で上半身を持っていく。上半身だけ持っていってくださいっておかしい。ここで胴体切っちゃってポンと行くわけいかないから、その時にどこで動かしてるか、それをね、肩で動かしたり首で動かしたりしてる人もいるけども、実は足の裏に立ってたらこの股関節がこっち動くとこっち、こっち動くとこういうふうに動いてくる。で、その時にあの背中が微背中って、微姿勢じゃなくてもう微背中、上半身がまっすぐ立ってると股関節も動きやすいし、正しく持っていくことができるわけですよね。そうそうそう。そうすると